では次の方いきましょうか。どなたいきますか。そうですね、この夫婦のパワーバランスっていうのは、うんうんうん、かなり皆さんも抱えている、うんはい、どっちが上か問題っていうのはね、あります夫婦で、はい、ありますよね。ありますね。なんで聞いてみましょうか。ね、はい、志保さんですね。はい、志保さんはですね、まあ、ご自身のお悩みというよりは、うんまあ、弁護士としてさまざまな夫婦を見てきた中で、まあ、感じている疑問を今日はぶつけたいということでいらっしゃっております。はい、志保さんこんばんは。こんばんは。こんばんは。はい、今日の、自己紹介とその、疑問をお願いします。はい、ありがとうございます。私は弁護士になって今32年なんですけれども。実は10年ぐらい前に小森さんの片付けコンサルタント養成講座を受けて、小森ご夫妻にもお会いしてます。ご無沙汰です。はい、こんにちは。それで今日は、私自身の相談というよりは、まあ、弁護士32年知っておりますと、非常にたくさんの夫婦を見てきておりまして、それで、まあ、今、こんまりさんご夫婦は、まあ、こんまりさん片付けコンサルタントで、川原さんがプロデューサーというお立場になってますけれども、またどちらかというと、まあ、こんまりさんを川原さんがサポートするというようなご関係でいらっしゃると思うんですけれども、妻の仕事を夫が支えるっていうのが、あんまりうまくいってる夫婦ってないように見受けられて、で、どちらかというと、こう、パワーバランスが同じとか、あるいは妻が強くなりそうになった瞬間に、夫がマウントを取りに行って、そして夫婦の関係が壊れて、悪いケースでは離婚に至るとか、別居に至るとか、まあ、そういうケースがほとんど見受けられて、妻が主役で夫がサポートでうまくいってるケース、あんまりないんですね。それで、今日は、そのレアケースである、こんまりさんと川原さんに、まあ、この夫が妻をサポートしていくという関係になろうとしたときに、こう、乗り越えたことは何なのか、抵抗はなかったのか、あるいは、そういうことをですね、日本中の悩める子羊たちに代わって私がご質問させていただきたいと思いました。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、そんなほぼうまくいかないんですね。でもこの数々の症例を見てらっしゃるということは、うんね、結構ねその統計的にはそうなんでしょうね、うん、実際ね。僕もそういうあんまそういうイメージなかったですけど、まあ、でもまあマウントを取ったりとかね、男性がプライドがやっぱ出てきちゃう、プライドですね、ですかね、うんね、お二人いかがですか。プライド問題、プライド問題、うん、いやそれで言うと、うん、僕らがまあそのレアケースであるっていうふうに今言ってもらっていて、ね、で事実まあすごく関係もいいですし、うんまあ、手前味噌ながら仕事もすごくうまくいかせることができているもの、うん、一つポイントがあるとしたら、僕が完全にプライドを捨ててるからなんですね。なるほど、うん、でこれはもう一番最初の時点でそう決めていて、彼女を輝かせる、彼女の才能をできるところまで広げるっていうことだけにこだわろうって決めて、僕自分のそれこそキャリアとか、会社にあったところとかを全部手放して入ってるんで、もうそこの決意から一度も揺らいだことないんですよ。素晴らしい。だから絶対それやると、でそのために手放したって言って、その時にプライドも手放したっていうのが、美しい話の方で、はい、A 面ですね。そうそうそう、ダサい話で言うと、はい、もう最初からグーの音も出ないぐらい負けてたんですよ。その、まあ、収入的なものだったり、すでに21で、友人関係だったんだけど、彼女はもう先にベストセラー作家になり、テレビに出るようになり、っていう状態のだったので、何かこうそれに対してプライドを感じてる暇もないほど、彼女を支えるっていうことに僕は尽くすって決めたっていう、うんうん、なのでそこで途中で男性がなんかプライド出してきて、やるのは僕から言わせるとダセーなって思っちゃうんですよ ね、 ね。プライドを片付けるコツってあるんですか。決めるんですよ。決める、はい、あとは、プライドを捨ててまでやりたいことを持っている人を支えてるっていうのが僕にとってすごくプライドになっていて、あ、なるほど、ね、素晴らしいですね。今すごいいいことを言った、ね。うん、でもこうホストとして女性見てきた中で、こうなんかこう、まあ、ホストの方ってプライドはあるにせよ、こうバランス取ってらっしゃると思うんですよ。はいはい、普段どうやって
取ってらっしゃるんですか、そのバランスを。まあ、僕らはそのパートナーというか対顧客っていう認識があるんで、そもそも絶対相手に勝とうなんて思わないですし、例えばその口論になって明らかに相手に落ち度があったとしても、まあそれはもちろん譲るっていうのがまあビジネス上のマナーみたいなのもあるんで、またちょっとパートナーとは違ってくるのかなと思うのと、でも先ほどおっしゃってたようにプライドを完全に捨てて2番手として覚悟を決めるっていうのは、まあ逆に言ったらそれ以外の方法がないのかなっていうぐらい、サポート側に回るメンズってもう本当その覚悟決める以外逆になくないですか。覚悟なんですね。 そう、でそのなんていうんですか、自然の摂理にこう反しているというか、多分昔って人間で狩猟民族で、まあその獲物を取ってくるのが男の役割だったっていうのがあるじゃないですか、こういう時代的な側面が、はい、でその獲物が多分今の時代になるとお金という面に変わって、それを女性が稼いで男が支えるって、おそらく人間のこの遺伝子的にちょっと自然の摂理に反してることでもあるじゃないですか。だから女性側は自然の摂理に反していることを今やってるからちょっと多めに見てあげようみたいなところも多分必要な気がするんですよね。過渡期なんですね、そこのね。多分そんな気がします。だから男の人がプライドを出してこうマウント取ってきた時に、まあでもこの人はなんか人間本来のプログラミングされたことと違うことやってるから、まあしょうがないなっていう気持ちを持てるか持てないかっていうのが結構大事な気がしますね。なるほど、違うかもしれない。違う、私の場合はなんですけれども、今たくみさんって呼んでるんですが、たくみさんが、はい、プライドを捨ててるっていうふうに言っていただきつつ、はい、私は本気で自分よりたくみさんの方がすごいって思っている。二人ともじゃあ本気で自分よりもたくみさんの方がすごいって思っていて、でそれ結婚当時からもずっと言っていて、私より本当にすごい人だと思ってるし、それを日々伝えているところはありますね。なんかまさにこう、ね、志保さん、パートナー の過去の経験からパートナーを支えられる男性を見つけるポイントが3つあって、1つ目がまさにそれなんですよね。聞いてみた。はい、喋ってもいいですか。はい、ぜひ。はい、女性が仕事をしている場合の、男性パートナーの見つけ方、コツが3つあるって、いろんなところで、講演とかで喋ってるんですけれども、1つ目は、男性には2種類ある。尊敬できる女が好きな人と、バカな女が好きな人といるので、前者を選んでくださいっていう話をしていて、はいはい、まさにやはり、川原さんのこんまりさんへのリスペクトがやっぱり肝なんだなっていうのを今すごくよく感じました。はい、そっか、なるほど。二つ目、三つ目は何なんですか。言ってもいいですか。どうぞどうぞ教えてください。二つ目は、男には2種類ある。相手に、愛する相手に尽くしてもらうのが好きな男と、愛する相手に尽くしてあげるのが好きな男といると。これは尽くしてあげるのが好きな人を選びなさいって、アドバイスしてます。で、三つ目なんですけれども、これは相手の母親との関係、親との関係を見ましょうと。で、一般的にはですね、いや、彼のお母さん、共働きだから、私働いても大丈夫だよね、とか、彼のお母さん、専業主婦だから、ちょっと私が働くの彼、無理解かもしれないって思いがちなんですが、実はそうじゃなくて、そのお母さんを彼がどう見てるのかがすごく重要なんですね。例えば、お母さんが働いてても、僕はずっとお母さんが働いてたから、お家で寂しかったから、妻には家にいてほしいし、引っ込んでてほしいと思う人は NG だし、うんうん、はい、彼のお母さんが専業主婦でも、いや、お母さんすごい能力があるのに家に閉じこもっちゃってもったいないな。僕は自分の妻を輝かしてあげたいって思える、そういう人だったら OK っていうふうに思うので、やはり彼とお母さんやお父さんとの関係を、彼がどう見てるのかを見るのがいい。これが、働く女性の男性の選び方三原則と私が言っているものです。どうですか？すごいですね。このタイプ分けどう思いますか？二人。タイプとしてはもうぴったりですよね。そうだね、ドンピシャ。私、たくみさんのことを一寸の迷いもなく尊敬している、しますし、しかもそれを本当に普段からこの場だからじゃなく、口に出してくれてるんですよ。それ嬉しい。多分喧嘩するのって、女性が例えば輝いてるでそれを支えるみたいな図式の
夫婦が揉めるのって、ご飯とか行った時に、いやこれ私が奢ってんだからちょっと文句言わないでくんないとか、多分細かいことでマウント、女性が私のが偉いからみたいな線のを出しちゃうんでしょうね。それで男の人がイラッとして、いや俺だってやってるしさっていうのが多分揉めるきっかけだと思うんで、お互いのこのリスペクトが多分成功させるための大前提なんでしょうね。私よりもあなたがすごいって思ってるし、で男性側もいや俺よりもあなたの方がすごいよってお互い思い合ってるっていうのが多分もう本当何よりの秘訣じゃないですか。うん、そうですね、うん、はい、ここでコメントがちょっとニュースピックスから来ております、うん、はい、こちらです、奥さんが、働きたそうな雰囲気を感じていますが、自分に遠慮しているのかなかなかその本音が聞き出せないですということですけれども、川原さん、この、ね、この方男性ですけれど夫ですけれども、何かアドバイスありますか。なるほど。なんか本音を聞き出そうとしてる時点で僕間違ってるんじゃないかなってこれを読みながら感じたんですね。ではなく自分が本音を話せてるかっていう方が多分重要で、こっちが本音だと相手も開いてくれるじゃない、それこそ扉を開いてくれると思うんですよ、心のね。なのでまずは自分の本音をきちんと伝えてみるってするのがいいんじゃないかなと思いました。そうですね、匠さんいつも本音で話してくれてるやっぱり感覚があるので、うん、こちらが何かを言っても何かそれこそ怖くない、ね、こっちが受け入れてくれるなんて安心感があるんだ、うん、それで言うと男性女性で言うとめちゃくちゃ意識してることがあって、あ、はいはい、